歩きますね。上級です。やること多いです。頑張ってください。でも一貫してやってほしいのは柔らかく、そしてちょっとセクシー、はい、お家でやってると思いますので自分の心を解放してやっていきましょう。足をスライド、引きずってきた足を前に出します。1、2、3。ここは1個前の中級でもやってます。同じ振り付けなのでさらっとこなしていきましょう。もう1回頭を下上がります。はい、ここの頭は少し早めに上げていって、肩が入る、1、2、3、4、5、6、歩きましょう。一応遅れてきている、引きずってる足と同じ方の肩から上から前上を通して後ろに回してるんですが、どっちもいいです。いきましょう、せーの、ファン、うん、うん、ワン、ツー、歩きましょう。その後ね、骨盤が前を通して後ろで回ってますね。2個移動です。これも中級と一緒ですね。もう1往復、その後覚えてます？ V ステップですね。 V ステップ、もう1回2サイド2個移動 V ステップ、あー歩きます勝手に行きました。 V ステップはそのままのスピード、速いスピード、そのままのスピード、速いスピード、OK、そのままのスピード、ラララララ、うー、首が回ります。首は前をと前に倒してからでもいいし、右に倒して正面でもいいです。これはね、慣れてると前を倒してもやりやすいんですが、酔っ払ってくるなっていう方がいたら横に倒して回してください。 V ステップから早く首、 OK、 2サイド、 V ステップ、早くなって首です。 OK、 さらっと次に行きます。さあ、実はこれ初級からずっとやってます。初級から上がってきた方はもう素晴らしい、よく上級まで来れました。これはそのまま使ってるんで頑張りましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、このままも使ってます。はい、肘だけ、肘上、これは初級も中級も使ってるんだけど、歩きます。実は足が入るんですよ。横、ゆっくりやろうか。エルボー、足を落として、エルボー足を落としています。エルボーして引っ張ってきたと同時に足がもう閉じてで上通してます。実は手も体操のように横に出して上ではなくて真ん中を通します。 OK、真ん中を通します。なのでこのエルボーに合わせる形です。はい、これは最上級に難しいですね。ワン、ツー、ワン、ツー、全部やってみましょう。胸からです。エルボー、ワン、ツー、ハンカチ、アゲイ、肩だけ気をつけてくださいね。スピードも速いし動きも大きいので負担がかかりやすいです。大変だったら小さく動くことをおすすめしますね。ふわりふわり、これも初級からずっとやってますね。足の幅は狭い状態で上からふわりふわり着地するように。実は上級もう一個振り付けあります。マーチ、頑張ってね、聞いて動いて、足引き止めましょうか。首を動かします。右下、
左下、左上、右上、 OK、 せーの、1、2、3、4、 OK。 これをふわりふわりに合わせたいから見て、キュッキュッって動かすよりも柔らかく顎を一度上げてるような感じです。残念なお知らせなんだけど、ふわりと一緒なのよね。いきます。ふわり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 とプッシュプッシュプッシュとなるわけ。もう一回いこう。ふわり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 プッシュプッシュプッシュ。胸からいきます。はい、頑張って。エルボー、あ、ここも大変。ハンカチ、ふわりふわり、歩きます。笑ってすぐ行きます。 1,2,3,4、 はい、ここら辺は初級も中級も同じ振り付けをしてます。滑り台、もう一回行こう。4カウント目キック、7カウント目ダウ、骨盤を4カウントで回してます。3周回したら足を落として滑り台 U。もう一回いくね。スタビ、1,2,3,4,5,6,7、 胸と背中を伸ばして、ゆー、滑り台、ゆー、うっ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 、 OK、 歩きます。はぁ、ここも一緒。1,2,3,4,5、 ウエストライン使いますね。肋骨から下を上手に使ってみて、手も一緒。よかったね、よかったね、よかったね。歩きましょう。さっきのさ、ふわりふわりの首が最大の壁だと思うでしょう。もう一個あるのよ。さあ、おまけが、中級は腕を上で組んで小指から握ってましたよね。ワンツーワン、これを実はちょっと見て、くるん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 、あ、どうする、拡大します、拡大します。くるん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 、いや、先生が前に行きましょう。手をここから小指から握るのは変わらないんですが、手首を外に回します。今左手でやってます。外に回します。パーにしたところから小指を握りながら外に回します。右手だと小指を握りながら外に回します。くる、今私は左手が前にありますが、この左手が後ろになるように、大変だったらそれを反対回しでもいいんですが、私の推奨はくる、戻して、くる。今もうここで何回も見てることでしょう。ワンツーワンツーワンツー、もう一回いくね。ワンツーワンツー。で、残念なお知らせ、ワンツースリーフォー、もう一回いきますね。右からです。マーゴマーゴ、右肩から上がります。足も最後引きずってきます。いきますよ。1,2,3,4,5,6,7、 歩きます。左足を出して、右足を引っ張ってきます。いや、やること多い。さすが上級ですね。ワン、ツー、スリーの2回、足落とし、オーケー。左足が前に出る、お得意の人差し指、足と手が同じです。くるくるして、
引っ張ってきます。どっちも人差し指なんですけれども、使い方が違いますよ。左手はくるくる2回回して、右手は優しくクリックする感じ。さあ、それどころじゃないと思いますが、お化けからいきましょう。ポン、スリー、ツー、ゴー。肩入ってくるくるして、足閉じる。同じこと反対もいける。肩は左から、待ち。ここは何だったっけ、おまけの左側ってなんかやってなかったかしら。中級も初級も、そう、ティックタックティックタックとなるんですね。手遊びが大変だと思いますが、頑張って動かしていきましょう。もう一回おまけ、マーゴーマーゴー2回くるくるして、いじらしく、あなただよって感じ。 OK、 左肩ティックタック引っ張ってきて終わります。さあ、それでは原曲でやってみましょう。魔法をかけて私のこと好きになれっていう気持ちでやってください。 Go!